もしも黒田官兵衛が明智光秀に仕えていたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、もしも黒田官兵衛が明智光秀に仕えていたらについて紹介していこうと思います。有馬の大名小寺氏の家老からスタートし、羽柴秀吉の軍師として天下を取らせたとされる黒田官兵衛ですが、もし他の織田家臣に仕えたとしても、その軍略は発揮されたのでしょうか。今回はそんなイフストーリーをお楽しみいただければと思います。その主君とはズバリ明智光秀。本能寺の変へと続く難しい局面の中で、果たして官兵衛はどのように光秀をアシストするのか、また羽柴秀吉との対決はどんな展開を見せるのでしょう。それではご覧ください。軍師官兵衛、光秀に仕える。永禄12年1569年のこと、23歳の黒田官兵衛は大きな危機に立っていました。宿敵の赤松正秀が3000の兵を率いて姫路へ攻め込んできたからです。正秀はかねてより将軍足利義昭とつながりがあり、無論バックには織田信長の存在がありました。信長が池田や別所らに出陣を命じたことから、小寺領は東西から挟み撃ちにされようとしていたのです。主君小寺政元が赤松義助を守りつつ籠城したことから、官兵衛はほぼ独力で赤松勢を迎え撃つしかありません。手元にはたった300の兵しかなく、このままでは惨敗は必至でしょう。ここで官兵衛は守るよりむしろ積極的な攻勢に出ることを選択します。そして青山河原家山の戦いで激闘を繰り広げ、ついに赤松勢を撃退してみせました。さらに追い打ちをかけて数百人を討ち取り、天下にその武名を轟かせたのです。こうした事態は信長にとって想定外でした。たかが弱小国衆に過ぎない若者が10倍の敵を打ち破るとは思っても見なかったからです。官兵衛とかいう若造め、なかなかやりおるわ。信長はその軍略に舌を巻き、その存在に注目しました。一方官兵衛も織田家の実力が骨身に染みています。こたびはなんとか勝てたが、我が主家が生き延びるには毛利より織田家を頼るほかあるまいと。そして天正3年1575年、長篠における戦勝祝いを兼ね、岐阜城において小寺政元、黒田官兵衛主従は信長と謁見しました。こうして心中の誓いを立てたのです。その後織田と毛利の関係が決裂したことで、最前線にあたる姫路城が真っ先に狙われました。この時も5000の毛利軍に対し、官兵衛は500という火兵で迎え撃ち、これを見事に撃退しています。戦勝を聞いた信長も、さすがは官兵衛よ、やはりわしの目に狂いはなかったようだと満足していました。ますます評価を上げていく官兵衛が、いよいよ明智光秀に仕えることになります。それは天正4年1576年における丹波攻めの失敗にありました。光秀は意気揚々と赤井直政がこもる黒井城へ攻め込むのですが、味方の旗の秀春がにわかに離反したことで挟み撃ちにあってしまうのです。完全に裏をかかれ、赤井の呼び込み戦法に引っかかった光秀は命からがら敗走、坂本まで退却を余儀なくされました。それ以来光秀による丹波攻略は進まず、信長もイライラを募らせていたのです。そこで現状を打開するべく、官兵衛を与力として光秀につけることを考えつきました。官兵衛ならば良き策を日向守に権限できるだろうと信長は期待したのです。そうなると官兵衛は長い間播磨を開けることになります。そこで弟の利隆が姫路城の留守居を任されました。こうして明智家に付属された官兵衛は坂本城へ赴き、改めて光秀に志向します。かねてから官兵衛の活躍を聞き及んでいた光秀も大いに喜び、ここに主従の契りが交わされました。八上城、
そして黒い城を陥落させる。さて、官兵衛が光秀に仕えた後、織田家を取り巻く状況は深刻の度を増していました。まず天正6年1578年2月には、播磨の大名別所長治が織田陣営から離反、さらに織田家臣荒木村重が有岡城において謀反に踏み切ります。光秀はすでに秦野の矢上城を囲んでいましたが、各地の戦いに忙殺されて動くことができません。そこで官兵衛に良い策はないかと打診するのです。官兵衛は、矢上城を封じて黒い城とのつながりを断つのは上々でございます。とはいえ、長く囲んだままでは拉致が空きますまい。そこで矢上城を落とすいい考えがあります、と答えました。官兵衛の言うことなら間違いはあるまい。そう考えた光秀は早速矢上城へ向かわせます。さて、明智の陣へ到着した官兵衛は、いとこにあたる枝吉城主明石憲実を伴っていました。そして何を思ったのか、憲実を矢上城へ乗り込ませたのです。もちろん簡単に城内へ入れるわけがありません。憲実はいとこの黒田官兵衛からひどい仕打ちを受け、こうしてまかり越しました。ここは御陣の端に加えていただき、官兵衛への恨みを晴らしたく存じます、と懇願します。また自分は不祖以来の一向宗門徒であり、弾圧を加える信長のやり方に嫌気がさしていると付け加えました。確かに播磨一帯は一向宗が盛んな地域ですから、憲実がそう口にするのも不自然ではありません。城主秦野秀治以下一門や重臣たちは考えあぐねた挙句、とうとう憲実の入城を許してしまうのです。さて、作戦の第一段階がうまくいったことで、官兵衛は次なる手を打ちます。明智に従っていた丹波国衆小畑長明に命じて、城内にこもっている者たちの調略を進めさせました。広いようで狭い丹波では、国衆や地侍同士が顔見知りである場合も多いため、好条件さえあれば必ず食いつくと踏んでいたのです。そして天正6年1578年12月、雪がちらつく深夜に城攻めが強行されました。まず西の上門丸を守っていた明石憲実の軍勢がにわかに各所へ放火し、城内は大混乱となります。ついで中から城門を開け放つと、待機していた明智勢がどっと攻め込んできました。さらに絡め手を守っていた兵が離反するに及び、ついに矢上城は本丸二の丸を残すのみとなります。この段階で官兵衛は軍師を送り、城内に降伏を勧告しました。敗北を悟った秦野秀治秀直兄弟は、自らの命と引き換えに城兵の除名をこい、まさに電光石火の勢いで矢上城は陥落したのです。そして残るは黒い城のみとなりますが、すでに丹波の赤鬼こと赤井直政は亡くなっており、矢上城が落ちたことで秦野からの援軍もありません。また黒い城を守るべき四条軍は細川藤孝の攻撃によって軒並み陥落していました。こうなると攻略もたやすくなります。軍勢を率いた官兵衛は黒い城を囲みつつ、朝となく晩となく時の声を上げて城兵を威嚇しました。ただし完全に包囲するのではなく、一方向だけ逃げ道を開けておいたのです。ほどなくして城主赤井忠家は夜陰に乗じて城を脱し、いずこともなく逃げ去っていきました。官兵衛は無理に追撃をさせず、死に物狂いで逃げる敵を追ったところで、こちらが痛手を受けることになろうと決起に流行る将兵たちをいさめるのです。こうして矢上城攻めに取り掛かってからわずか3ヶ月で丹波の平定はなりました。史実では天正7年1579年8月に丹波攻めは終了していますが、官兵衛はそれより8ヶ月も早く平らげてみせたのです。そして運命の本能寺へ。丹波を平定した後、まさしく官兵衛は光秀の最側近として活躍します。翌年になると光秀には丹波一国が与えられ、官兵衛もまた京都にほど近い周山城の城主となりました。
いわば東丹波を統治する権限が与えられたのです。光秀は秀吉をしのぐ出世頭となりますが、ちょうどこの頃から主君信長との不協和音が顕著になっていきます。それは信長が寵愛していたおつまきの方が亡くなったことがきっかけでした。光秀の正室、ひろ子の妹とも言われるおつまきの方は、これまで光秀のために信長へ取りなしたり、あるいは便宜を図ってきたのですが、彼女の死によって信長と光秀をつなぐクッションが消滅してしまったのです。また信長に対する光秀の見方も変わりつつありました。将軍足利義昭を追放した信長はますます増長の度を増し、京都御馬揃えを挙行するなど、朝廷への恣意行動が目立つようになっています。さらに扇町天皇の安土城行幸が計画されていましたが、そこに天皇を迎えるため清涼殿に似た御殿が建設されつつありました。つまり信長は天守から御殿を見下ろす形となり、天皇より地位が上だと誇示する意図が明白だったのです。もしや上様は自ら帝になろうとしているのでは。そんな光秀の焦燥は日増しに高まっていきました。そして天正10年1582年5月、光秀は徳川家康の凶王を外され、備中で戦う秀吉の御詰めを命じられます。坂本城から丹波亀山城へ移った光秀は、そこで思いの丈を官兵衛に打ち明けました。この日の本の行く末を考えれば、上様を討つしかあるまい、その好機が今なのだと。官兵衛は悲痛な面持ちで聞いていましたが、そこで重い口を開きます。殿、お気持ちは承知いたしましたが、確かに上様を討つのはたやすいでしょう。しかしその後は何となさる。すると光秀は用意していた答えを切り出しました。共にいる公方様を京へお戻しし、幕府を再興するのみである。武家の棟梁をいただけばきっと諸将も同心するはずじゃ。しかし官兵衛はかぶりを振りながら光秀の考えを真っ向から否定します。殿よ、それは甘すぎますな。今さら足利の名など役には立ちますまい。きっと羽柴や徳川、柴田などがこぞって上様の仇討ちに乗り出してきましょう。そうなれば勝つ見込みはございません。光秀は少し困った表情となり、官兵衛に助言を求めました。ならば措置に良き策はあるかと。もはや殿のお心は変わりますまい。それがしはあくまで従うまでのこと。しかしただでは転びませぬ。それがしの進言に従っていただけますか。官兵衛の言葉に光秀はもちろんじゃとうなずきます。すると官兵衛は、足利ではなく織田の神輿を担ぐのです。それもとびきり軽いものを。光秀は怪訝そうな表情を浮かべますが、すぐに言葉の意味を理解しました。そして意を決すると全軍に出陣を命じるのです。官兵衛の奇策、あのお方を織田家の総領に。天正10年1582年6月2日、老の坂を越えて桂川を渡った明智勢は、夜が明ける頃には京都近郊へ達し、ついに本能寺を囲みます。ここからは史実通りの展開となるでしょう。信長が豪華の中で果てると、ついで二条御神像へ殺到し、織田信忠を自害に追い込みました。ところが肝心の信長、信忠不死の首が見つかりません。これでは目的が果たされたとは言えません。ここで官兵衛は光秀に次なる手を打つよう進言します。名ばかりとはいえ、やはり友の公方様には京へお移りいただきましょう。それとあのお方に書状を書くのです。ゆえあって上様を獅子奉ったが、これもすべては織田家を思ってのこと。次なるご当主は貴殿を置いて他にはいないと。光秀は深くうなずき、分かった、北畠中将だなと答えます。そう、官兵衛が神輿と表現したのは、信長の次男北畠信雄を担ぎ出すことでした。天正伊賀の乱における失態の後、信長から遠ざけられた信雄は武領を囲っています。
嫡男信忠は織田の後継者として揺るぎない存在ですし、三男信孝もまた四国攻めの総大将として抜擢されていました。信雄の兵すら四国方面軍に取り上げられる恥辱を味わっています。つまり今の信雄は不満と憤懣の塊であり、これを陣営に引き入れるのは容易だと官兵衛は考えていました。自尊心と虚栄心が強い三助殿ならおそらく我らの提案に目がくらむはず。官兵衛はそう見越した上で甘い餌となる書状を書かせたのです。さて、信雄を織田の総領として迎え入れるという提案は効果てきめんでした。信雄からの返書には、かねてから父のなさりように我慢できなかったのはわしとて同じ、ここは同心するつもりであるとあります。そして伊勢から軍勢を引き連れた信雄は尾張美濃方面から東海道沿いに京を目指しました。もちろん官兵衛の要望通り岐阜城へ戻っていた信忠の嫡子三法師の身柄も確保してあります。ところが進軍の途中で信雄が安土城を焼くという暴挙を聞いたとき、官兵衛は思わず呆れ返ります。いくら亡き上様が憎いとはいえ、あの城を焼くことはあるまい。信雄は父への不満を行動で表現したかったのかもしれません。とはいえ総領らしく北畠から織田へ改姓させることで次の当主が信雄であることをアピールできるでしょう。これで大義名分は得た。そう考えた官兵衛は備中で戦っている羽柴秀吉に思いを馳せます。もしかすると今頃わしは羽柴筑前殿の陣にいたのかもしれぬが、これも定めであろう。ここは何としても羽柴殿を釘付けにせねば。そして秀吉と対陣している毛利輝元に対し、信長信忠伏氏が死んだ旨を記した密書を送りつけるのです。むしろ秀吉陣営に露見しても構わないとさえ考えていました。毛利と和睦することは到底望めず、信長の死を知ることで羽柴勢の士気低下が予想されたからです。そんな官兵衛の想定は現実のものとなりました。史実では信長の死を嘆き悲しむ秀吉に対し、ご運が開けたのですぞと官兵衛が中国大返しを進言します。ところがこの世界で彼の姿はありません。秀吉は完全に自分を見失い、初動が遅れてしまうのです。一方毛利方も遅まきながら本能寺の変を知りました。かといって戦力に不安があり、備中高松城を救うことも羽柴軍に攻撃を加えることもできません。退陣したまま無駄に日々を過ごしてしまうのです。こうした中、素早く機内を脱して三河へ戻った徳川家康は早速亡き信長の仇を討つため出陣、尾張の鳴海まで進みました。しかし織田信雄が新しい総領の座に就いたことを知ると、まるで興味を失ったかのように命じました。信雄殿が織田の跡目を継いだ以上、徳川に関わりのないこと、物ども引き上げじゃ。こうして家康は空き地となった甲斐と信濃へ目を向けることになります。羽柴柴田による強撃、どうする官兵衛。その間にも光秀は着々と朝廷工作を行うなど、機内における足固めをしつつありました。しかし光秀の与力だった細川藤孝忠興伏氏は剃髪して信長に弔意を示しています。また筒井順慶も寺寮に引きこもったまま動く気配はありません。おそらく情勢を見守っているのでしょう。この段階で羽柴軍が動けない以上、目下の懸念だったのが柴田勝家の動きでした。上杉方の魚津城を落とした勝家は本能寺の変を知ると北の庄城へ戻り、早速光秀討伐の軍勢を整えました。そして摂津に展開している神戸信孝丹羽長秀と連絡を取りつつ、機内へ攻め入る段取りを進めていたのです。ここで官兵衛は積極的に柴田勢を迎え撃つ方策を練りました。すでに上杉景勝に対して柴田勢の牽制を依頼しており、勝家が動かせる兵は1万5000程度となっています。そして柴田勢の進行ルートを湖西から坂本まで至る最短距離だと予想しました。勝家は必ず明智の拠点である坂本城を狙ってくるはず。
官兵衛はそう見越していたのです。6月21日柴田勢はやはり湖西から坂本を目指して進んできました。明智軍の采配を任された官兵衛はこれを8000の兵で迎え撃ちます。そして現在の大津市にあたる狭隘な地農家に強固な防衛線を築きました。またかつて朝倉軍が本陣を置いたという小塚山城を本陣に定めています。さて数で勝る柴田勢は佐久間盛政不破直光を先鋒として激しく攻めかかってきました。官兵衛はこれをいなしつつ頃合いを見計らって別動隊を動かしています。命を受けた水軍の将伊海信貞は密かに古城へ水軍を投げ入れ、なんと背後にあたる片田から上陸してきました。前後に敵を受けた柴田勢はたまらず大混乱に陥り、結露を見出しつつ敗走していったのです。こうして柴田勢を撃退した官兵衛は京へ戻りますが、そこで羽柴秀吉がようやく毛利と和睦し軍勢を返しつつあることを知りました。こうなると猶予はありません。まずは先んじて摂津を平定することが肝要です。実は官兵衛はこう読んでいました。たとえ羽柴軍が大返しを成し遂げたとしても、疲れ切った兵では戦になるまい。必ず信孝、丹羽、池田、中川、高山などの諸将を当てにするはず。奇戦を制して打って出るのが得策であろうと。近江から戻ったばかりの官兵衛はすかさず光秀に摂津平定を検索します。光秀もこれを了承し、明智の全軍をもって当たることを決しました。幸い羽柴軍の進軍速度は想像以上に遅く、まだ当分戻っては来られないでしょう。まずは高槻城にいる高山右近の調略に取り掛かります。官兵衛は所領安堵とキリシタンの保護を条件として右近に起伏を求めました。ただし拒否する場合は城下のキリシタンたちをなで切りにするといった脅しも忘れません。苦悩した右近はついに信雄を織田家の跡目と認めるとして開城しました。こうなると茨城城の中川清秀も起伏せざるを得ません。労せずして摂津東部は明智の手に落ちたのです。問題は摂津西部に展開する神戸信孝と丹羽長秀、池田恒興の軍勢でした。本能寺の変による混乱でわずか5000ほどに減っていましたが、それでも侮りがたい兵力です。もし羽柴勢と合流すれば厄介でしょう。ましてや信長孤高の家臣たちです。信雄の跡目相続など認めるわけがありません。7月初め秀吉と合流する前に叩くことを決意した光秀は1万3000の全力を持って摂津住吉にいた信孝軍を攻撃。激戦の挙句これを敗走せしめました。しかし官兵衛は信孝を取り逃がしたことを悔やみます。敗走した敵が尼崎まで来ている羽柴軍に合流することは間違いなく、おそらく秀吉は信孝を総大将として担ぎ上げるでしょう。そうなると事態は信勝と信孝の跡目争いへと変化してしまうのです。また官兵衛にとって良くない知らせも舞い込みました。一度は撃退した柴田勢が体勢を立て直して近江へ乱入する構えを見せているというのです。こうなると東と西から攻撃される形となり、全く不利な状況に追い込まれるでしょう。そんな時危機に立たされた光秀と官兵衛を救う人物が現れました。かねてから上洛を懇願していた足利義昭がついにカイロから畿内へ戻ったというのです。光秀は早速迎えの使者を差し向け、義昭の身柄を確保しました。実は官兵衛にとって足利など利用価値はないと言ってみたものの、義昭にしかできないことが分かっていました。それは現将軍である義昭が天皇を動かし勅令による和睦を斡旋させることだったのです。ほどなくして扇町天皇から勅令が下り、両軍はこれに応じます。近江へ乱入の構えを見せていた柴田勝家もしぶしぶ応じ、ここに仮初めの和睦がなりました。信長の死から1ヶ月後、室町幕府は京都に復帰し、信勝、信孝の跡目争いという形で織田家の内紛は続きます。
また明智、羽柴、柴田の三者はなおも反目しつつ争いを繰り広げることでしょう。もしも黒田官兵衛が明智光秀に仕えた場合、史実のように秀吉が簡単に天下を取ることはありません。むしろ無駄に戦乱を長引かせてしまうことだってあり得るでしょう。今回は黒田官兵衛の才智と軍略を持ち上げすぎた感は否めませんが、それほどの人物だったことは間違いないのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。